はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、いやー久しぶりになってしまいましたね。というわけで今回はクエストガンガン進めていこうかなと思います。というわけで前回ね、フリーレさん仲間になったんですよ。で、二術合成ということでいろいろおすすめ技聞きました。え、嘘、前もあったよね、ブルースクリーンだ。これちょっと待って、何も、え、電源が落ちた。そして、来るのはね、エロ神殿ですね。エロールの神殿。いや、っていうかさ、もう光のさ、邪神のせいなんじゃないのこれ。光の邪神っていいよね。あのうちのあれですね、銀遊詩人さん、エロールさん。光の邪神ってコメントがついてて、まさに言えてみよう。超気に入ったわ、光の邪神だよな。あなたには感謝の言葉もないわ。ところで、どうやってムーンストーンを手に入れたの？まず、二つの月の神殿に関する古文書を手に入れ、帝国図書館で解読方法を探し、アムトの神殿でアムトのシンボルを手に入れ、迷いの森でエリスのシンボルを手に入れ、ワロン島のジャングルで今一瞬忘れたから、今神殿を探し、神殿の中でムーンストーンを発見し、ディスティニーストーンの守護者と戦って手に入れたのです。あなたは神々に愛されて、いや俺もね今忘れてる、1ヶ月ぶりくらいの撮影。あーそう、魔の島ね、これもねコメントもらってたんですよ。早く行かないとエメラルドもらえなくなっちゃいますね。あなたにいらんよ、それ光の写真のカゴいらん。さあここに来たんで、コズミック態度を購入して、そしてバイゼルハイムで弓力倍増を買うと、これによってなんとね、コズミック態度ベースにして、弓力、おー、来たギャラクシー。待って、これ見てよ、基本性能が、1910、高っ。でも BP12 って高っ。12、来たー、ギャラクシー。放射線の嵐、敵全体を攻撃。なんか結構危険じゃない、なんかガンとかになりそうなんだけど、大丈夫かな。オゾン層、いやー楽しみだな。でもギャラクシー、銀が使うの楽しみですね。ギャラクシーエンジェル、ギャラクシーエンジェルってなんだ。あんまねこう思ったことを何でも口に出すのは良くないですね。さあね、バイゼルハイム来ましたね。フラーマさんはね、なんとフリーレさんの妹さんですね。感動の再会じゃないこれ。だってさ、ね、何年会ってなかった。確かに超似てる。左前髪を垂らしてるのがフリーレさん、右前髪を垂らしてるのがフラーマさん。せっかく来たから一応炎のロット持ってる二人には買ってあげる、火の鳥。いやほんとね、これはねいらないかもしれない。いらないかもしれないけど、ちょっとねお金余ってるとね散財したくなってしまうんですよね。これ水を思い出さないといけないっていうのがちょいとめんどくさい。そして一応コンスタンツ聞いとく。私が調べたところでこれね相当放置してるよ俺。この町の南の洞窟に連れ去られたようです。いや洞窟にさ、可愛い女の子が連れ去られてさ、何もないはずがなく。それが分かっていてなぜ助けに行かないんですか。本当ですよ、行きましょう。薄い本が熱くなる。これさ、黒様助けに行ったらさ、さらに黒様までっていう展開がもう見えてしまっているのだが。それが自分の運命だったのか。わかりました。これを選択すると、炎のロットとかがね、手に入るんですよね。いや、もう2本持ってるんで、今更いらない気もしますが。そうです。火のルビー。私はここでディスティニーストーン、火のルビーを守らねばなりません。そうか、乱心とかもね、この後あるよね。いや、やりたいことほんといっぱいある。どうしようか、何からやろうかな。一刻も早くコンスタンツを救い出して。コンスタンツ？いや、助けてあげたいのは山なんですが。死ぬ前にもう一度、魔の島へ頼む。魔の島へ連れて行ってくれ。魔の島か、行ってみようか。というわけで、愛しのウェイクビン様に会いに行こうかなと思います。ミンサガで1番2番、ウハンジとね1番を争う大好きなキャラなんですよね。めっちゃかっこいいんですよこれ。
いいよね、ここ。このなんか、まがまがしさがとても好き。さあ。音楽もなあ、怪しいもんなあ。そしてさ、この老人がまず怪しいんだよ。一周目さ、俺これ絶対罠、あー戻っちゃった。罠じゃん。いや、一周目ね、これ老人の罠だと思ったんだよ。これさ、確か一回しか行けないんだよ。これで、いや、あるでしょ、あるでしょ、待って待って待って、あるでしょ。今3秒しか代打してないで、3秒しか。え、それでよかったの本当に。違う違う違う、待って、マノシマへ連れて行ってくれ。いや、こんなこと言われてさ、3秒で満足したのか。いや、してた、してた、してたな。思い残すことなかったみたいだけど、ちょっともうちょっと思い残して欲しい。あるね、これ結構ね、ちゃんとした感動的なストーリーあるんですよ。さあ、来てしまった最上階。ここはね、宝箱美味しかったですね。そしてイケメン。ん？なんだお前は。どうやってここまで来た？かっこいい。50年前、あなたが捕まえた船を覚えている？ただ一人の生き残りがここへ連れてきてくれたの。じいちゃんどうやって来たし。ほう、そういうことか。あの時船員たちがこの島へたどり着けるように嵐を解除する魔法をかけてやったのだ。50年経ってもまだ有効だったとは、わしの魔力も大したものだな。そこの年寄りがあの時逃げた男か。まだ生きておったとは結構結構だが、お前の仲間も生きておるぞ。そこにな。どちくしょうなんだよな、本当に。不老不死の実験台にされてしまったロックバロン仲間たち。あの時のままだ。わしだけが年を取ったのか。その通りだ。わしは長い間不老不死の術を研究してきた。50年前ついにその術が完成した。実験台としてあの船の連中を島に呼び寄せ、術の試し打ちをさせてもらった。それ以来そいつらは老いも死にもせず生き続けておる。心地よく眠ったままな。まったく、なんという失敗だ。ある意味成功してるだけに余計に腹立たしい。彼らを目覚めさせる方法はないの？あるぞ。殺せばよいのだ。死の瞬間、その一瞬だけ目を覚ますぞ。最悪だよな、本当。ウェイクミンって野郎は。あなたって人は、クロウ様、デスティニーストーンについて何か知っている？お前はディスティニーストーンが欲しいのか。サルーインの手下のようには見えぬな。ではお前がサルーインと戦うのか。だが渡さんぞ。魔のエメラルドはわしの研究には欠かせぬものだ。エロールの手下にもサルーインの手下にも渡しはせん。さあ、やってこうか。魔のエメラルド、奪う力がお前にあるかな。クロ様でも冷静だったね。さすが心がいてついている。そんなこと言ったら ひどいか。というわけで、肉の壁、いるんですよね。肉の盾、肉の壁、これを倒さないとウェイクビンに攻撃が通らない。ただ今回、結構全体技覚えてきたじゃないですか。これがどこまで効くのかということで、あ ?12? ちょっと待って。ん？そうか、銀融詩人、今、あれか、レイピア適正ないのか、無駄に無駄に火の鳥覚えさせてきてしまったし、黒様一発目、BP4 しかないから、
火の鳥撃てないし、まあ仕方ないか。一旦目は普通に倒していこう。演武圏全体も撃って、待って、さっき12じゃなかったっていうか、そうだよね、敵じゃないわけないよね。レピア使える。見間違いか、さあ演武圏から入って、前の2体どのくらい強かったかな。あー結構シールドしてくんのか、厄介だな。そうだ、イージスの盾とか張ってくるんだよこれ、意外と厄介。攻撃は120、大丈夫な感じもする。あ弱い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 。え、てかこっち強くない？そしたら行動順指定で一応総流派で落ちるよね。でこの後総攻撃、もう火の鳥とかはちょっともったいないから、癒しで回復されるが、おそらく総流派はかなりダメージ通ってたんで落ちる。 OK。 そしてスイングダウン、イージスの盾が張られている。霞崩しシールド回復して、イージスの盾は、全ての攻撃を回避するけど、回避率がそこまで高いわけではないので、手数で押し切ればそのうち当たるはず。いいね、過激入ったからかなり1800、これはでかい。そして、やろう。行動順指定で多分ギャラクシー一発で落ちるかな。ギャラクシーの威力がわからない。保険かける、保険で火の鳥入れて、これで絶対落ちるだろう。ギャラクシー、あ、そういえば回復力しなかった。強っ強っ、宇宙が見えた火の鳥全く意味がない。無駄に LP を減らしてしまっただけ。そしてアクセル2段が通る、あんまり強くない。総流派、次のターンも、一方的に攻撃できるから。水術がない、嘘、あ、そうか、重い、あー封印、そうか、さっき封印しちゃったもんね。あ、思い出してくるの忘れた。あー、イントが足りてないいやー、プレイヤーも黒様もさ、今イント3でやってるからさ、こういうことがあるんだよね。まあでも回復なくてもなんとかなんじゃないかな。筋トロ、いいダメージ。ショックウェーブは大丈夫、耐える、ギリギリ耐える。そして回復を入れて、フリーレさんの HP がちょっとやばいから、次先制で回復入れたい感じもする。スイング崩し、あ、倒した。あれこんな弱かった。いや、私たちがこんなにも成長してしまったのかいやー、楽勝だな、楽勝。あれあれ、まあ不死身といえどもさ、弱かったら不死身の意味ないもんね。かわいそうに永遠に苦しみながら生きるがよい。エメラルドゲットですね。というわけでね、おじいちゃんたちかわいそうな結末だったんですけども、まあ最後にね会えたということで、よかったのでは。今度こそね、これは今度こそ本当に思い残すことなくなって、まさかさ、お前母ちゃんダイブする気じゃないだろうな、こっから。やめとけやめとけ、 まだ死ぬのは早い。思いとどまれ。いやマジか、超絶秘宝。あのね、密術思い出すためにウコムの神殿行こうとしたんですよ。この大階段、魔の階段、登るとね、確実にプレステ3が落ちる。さっきもさ、ここで落ちたじゃん。で、今も落ちて10回くらい試したんだけど、必ず落ちる。うわマジ参ったなこれ。ソフトの問題、同じ場所でクラッシュするとしたらデータ壊れてるから、再インストールっていうのもあるけど、セーブデータって消えんのかな、バックアップ取るか。どうしよう、これさ、メルビル2回行かない縛りクリアとかあるこれメルビルさ、襲われた時に俺は皇帝を見捨てなければいけないよ、あ、ような気がするし、ちょっと待って待って待って、この魔の大階段が悪いだけで、実は地下水路経由で2階に行くと、あーダメだ、落ちた。
いらっしゃい。仕方がない。じゃあ水はエレメンタル千金払って思い出すことにしようか。おお、この音楽始まっている。盆踊りが、これが奇祭盆踊り。なんだっけ、来年は豊作だといいな。というわけでね、収穫祭ですかね、やってるんですけども、実はね、このイベントちょっと裏があって、2週目でね、やりましたね。デス様に関係してるイベントなんですよね。あれ、進まない。なんだ、2人組に、ステップの周りでモンスターがぐるぐる回ってるよっていう話は聞けたんですが、それ以降ね、イベント進まなくなっちゃいましたね。どうしようか。確かね、この二人組が、倒れてるはずなんですよね。そのイベントが始まらないっていうのは、進行度が多分足りてないですね。時間経過ポイント取ってきたけど、何もないっていうのはそういうことかなというふうに思いますんで、まあこのあたりはおいおいということで、じゃあ行く？コンスタンツ。コンスタンツの中、あったかいなり。いや、寒そうだな。